ガチがハンマのなりやじゃん。こっちがハンマの。こっちがハンマのなりやじゃん。あ、ねあちゃんの感じだ。ねあちゃんの触り心地だ。え、それとも、それとも。はい、食えよ、これ。どうもはい、ということで今日なんですけども、はい、まあまあ、カップルがね、はい、まあ、その同棲してて、はい、なんか長続きしていく秘訣って、はいはい、なんかわかります？まあ、お互いの気持ちを考えるとかじゃないですか？そう、まあ、今、のりあちゃんが言ってくれた通り、まあ、何か2人で、その同じものをなんか育てるっていうことなんですけども、言ってないですね。まあ、例えば、まあ、その夫婦だったら、まあ、その子供を育てるとか、はい、まあ、普通にカップルだったら、まあ、そのペットを飼って、まあ、一緒に育てるとかっていうふうにすると、まあ、共通の話題ができて、まあ、すごくその仲、なんていうの、仲がより親密になるんですよね。あ、確かに、はい、あるかもしれないですね。ということで、まあ、その僕たちカップルも、あ、僕たちはカップルじゃないそのやめてください。取り入れていきながら、まあ、ちょっと親密な関係になっていければいいなと思うんですよ。なくていいです。仲良くなる必要はないので。ただちょっと一つだけちょっと問題がございまして。なんとね、まあ、その僕たちが今同棲してる家が、そんな家ないんですけど、そのペット禁止なんですよ。どういうことですか？そうなんですか？ペットを飼うことがちょっとできないので、知らないですけど、ちょっとね、知恵振り絞りまして。いいですよ、振り絞んなくて。ちょっと仲良くなるために、ガーデニングだなって。あ、ペットを飼うことができないところでも、まあ、その育てることできるじゃないですか。まあ、そうです。はい、なので、はい、まあ、ちょっと今日はね、まあ、その種を植えて、まあ、2人で、まあ、そのちょっとの葉っぱを、まあ、育てていきたいなとちょっと思います。いいですよ、そんなことしなくて。仲深める必要ないですし、あとなんかその植物ってすごい成長速度遅いから、なんかあんま共通の話題とかにもそんななりづらいと思うんですけど。はい、ということで、じゃあまずちょっと土の方からやっていきましょう。土から分かりました、はい、これ入れるんですね、この中に、はい、はい、はい、じゃあちょっと早速、はい、植えてほしいんだけど。あ、はいはい。この種を、これ種なんで。種？うん、種、土じゃなくて。土みたいだけど、ちょっと種なんだよ。種なんだ、これ全部種。うん、これ植えると、はい、な、葉っぱが、葉っぱって何？いっぱい生えてくるから。葉っぱって何だろうね。ちょっと植えてもらっていい？葉っぱ育てんの楽しくないじゃん。いい。まあいいですけど。え、多いって、これ全部芽出たの。キモくない？え？ん？しゃがんで。はい。で、左見て。もうちょっと左。で、もうちょっと下見て。もうちょっと前行って。もうちょっと前行って、顔を左行って、もうちょっと前行って、もうちょっと前行って、もうちょっと上かな、もうちょっと前、もうちょっと前何何、ちょっと見せたいものがあるから。目を開けさせてくれれば見えるから。いや、大丈夫、ちょもうちょっと前、ここね、はい、ここでしょ、もうちょっと前、もうちょっと、で、そこから下見て、でもうちょっとその方向に前へ進んで、もうちょっと下向いて。近くない？もうちょっと下向いて。もうちょっとだけ前行って。え？近くない？目開けて。近い。近いよ。え？ついちゃうじゃん、土が。ああ、いや近いようじゃなくて、目が出たよ。取れてる。すごい。すごくないこれ？出るんだ。かわいい。てか量多くないなんか。あれどうなっちゃうのこれ生えたら。これどうなっちゃう。収まるのかな。まあちょっと大きいは多いほどいいからね、やっぱね、こういうのはね。そんなことあるかな。でもキモ。どう、え？ちょっと気持ち悪いな。ちょっと気持ち悪いですね。なんか知らないところで育ってたんだっていう。はい、ということで、ギアちゃん、はい、はい、ちょっとこちら見てほしいんですけども、ですか、はい、こんなになりました。うわ、めっちゃ生えたね。すごい。え、すごくない、ギアちゃん。いや、すごい生えるんですね。1日でこんなに伸びるんだ。1日じゃないです。べ、多分2ヶ月くらい経ってるんじゃないですか。で、はい、
ちゃんと時間をかけて伸びたんですよ、ここまで。ショックがよくわかんなくなっちゃった、うん、ね、そうか、はい、まあちょっと2ヶ月も経ってると、はい、まあそのどんな動画の始まりだったかとかも覚えてないんですけど、本当そうですよね。なんだっけこれ、とりあえずあのベランダでヤバい葉っぱ育ててみたみたいな。違いますから、はい、春菊ですから捕まっちゃうから、そんな動画出したら。で、これはあれですよね、あの警察に自首して逮捕されようという動画。なんでそんなことしたいんですか。あ、違う、なんで逮捕されたいの。あ、ちょっと分かんないけど、はい、じゃあちょ早速ちょっとこれ食べていきます。食べんのこれ。え、食べたくないんだけど別に。どうやってやったっけこれ。なんだっけ、あの細かくしてなんか炙ってするんだっけ。違います。どうやってやんだっけ。そういう葉っぱじゃないからさ、分かんないけど、うん、食べんだよ。食べて、食べてみる。じゃあ、え、食べんですか。でも食べたくないです。いや、そんな言ってこないでください。何ですか。入ってる。春菊を取ろうよ。あ、そっか、はい、じゃあちょっととりあえずどういう風に食べればいいのこれ。知らないですよ。ん、わかんないです。見たことないんですもん、こんな葉っぱ。え、一旦火通しましょうよ。いいよ。これ詰めばいいんですか。わ、どうなんだろう、それはりなちゃん。なんで全部任してくんですか。やりたいようにやる。調べてくれよ。ね、手空いてるでしょ。ちょっとその綺麗にやってよね。難しいんですって。何これ、こういうのはまださ、まだ早いでしょ積むの。難しいって。でも種残ってるから、種自体まだ生えてくんじゃないですか。あ、そう。何？公園で遊んでるなんか私たち。りなちゃん、ちょっと緊急事態、ちょっと来てくれ。何、今ちょっと結構なんかグツグツしてきたけど、ちょっとさ匂い嗅いでみてくれない。ちょっと、わ、春菊だ。え？春菊の匂いですよね。はい、何が緊急事態なんですか。全然緊急じゃないんですけど。トゥントゥントゥントゥ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 。なにこれ。ちっちゃい。ちっちゃい。おしゃれなお店のお通しでもこんなことない。え、りなちゃん、なんかさ、これさ、なんかあれに見えない、なんか。どれ。なんかさ、あのさ、なんか逆向きのおっぱいに見えない。見えないです、全然。まあちょっとこれなんかその大人が食べる量じゃないんですけどこれ。うん、うん、ちょっと早速じゃあ決めていきますか。これ決めるって言わないで。ああ、決まる。春菊だからさ。やばい、やばい、やばいです。これ皆さん通報しないでくださいね。それなんか大丈夫です、全然。ちょっとりなちゃんもやってみよう。ちょっとなんでですか。やってみなよ。なんでそんなことしなきゃいけないんですか。まず匂いから嗅いでみなよ。あー、なんか美味しそうです。普通に決まっちゃう。決まりません。全然。うん、めっちゃ美味しい。なんかしょっぱいですよ、ここの味が。塩とか入れてないの。超美味しいです。え、もっと茹でればよかった。え、ちょっと待って、僕も食べてみていい。超美味しい。超美味しい。じゃあもう食べてみよう。いただきます。これでご飯いけますよ、全然。え、そんな嘘でしょ。しょっぱい。しょっぱくないですか。全くしょっぱくないよ。え、苦いですか。え、苦い。何しょっぱいって。どこ、なんか入れたんじゃないの。入れてないです。え、嘘ついてんの。嘘ついてる。本当に素直な感想。しょっぱくないです。しょっぱいです。ちょっとちょっとしょっぱい。ちょっと塩茹でしたのかなくらいの味しますよ。え、塩茹でて茹でたの。茹でてないからびっくりしてんですよ。だから、ね、だからそんなわけないじゃん。しょっぱくなるわけないじゃん。もう、え、なんで。全くしょっぱくないよ。本当にちょっとしょっぱいのかなと思われちゃうじゃん。俺が嘘ついてると思われちゃうじゃん。いや、うちはしょっぱかったから、しょっぱいって思われていいですよ。うん、あー、決まっちゃってんだ、これ。決まってないんですって。決まっちゃってんだ、もう。ね、あんただよ。変な、だってしょっぱくないの食べてみなよ。え、でも食べて思ったの。
え？はい、ということで今日ね、まあちょっとまあ、ベランダでちょっとヤバい葉っぱ育てるデートだったんですけども、シュンビクですって、もう何回言えばよかの。まあちょっとお互いにね、まあちょっと決まることできました。はい、決めてないです。で、僕はちょっとすっごい気持ちよくなって、リナちゃんがね、いっぱいに見えたんですけども、わからないです。リナちゃんは、まあ、そのこの、まあちょっと葉っぱの味がしょっぱく感じるっていうちょっとことな決まってるからそういうこと言ってるんじゃないんです。やりました。私、正常な味覚でそう思ったんですよ。はい、ということで、今日の点数つけてもらっていいですか。デートって言いました。デートじゃないですよ、こんなん。でも、ずっと気になってたんですけど、うん、なんかその、これ、春菊食べてる時に、このなんか、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、生きてた時の姿あるの、ちょっと残酷だなって思って。動物とか食べる時、そんなこと絶対しないじゃないですか。だから、0点です。クソが。これ、ベランダに置いた方がいいですよ。戻した方がいいですよ。たまにあるけどね、その、お刺身とかで本物いる中で、なんかお腹のとこだけ刺身とかになってるやつ、まあ、お刺身とかは思うけど、うん、豚とかでは絶対できないじゃないですか、そんなこと。まあまあ丸焼きとかじゃないぐらいはね、あんまりでも思わんくない、そんな植物で。そんな、でもなんかかわいそうになっちゃいました、途中からなんかマジとか言って。ゼロ点の理由、意味わかんねえだけど。そもそも意味わかんない。なんでそんなとこでゼロ点にされなきゃいけないの。じゃあこれここになかったらもうちょっと点数変わってたわけ。そんなこともない。どうせゼロ点なんでしょ。どうせゼロ点の割になんかその変な理由つけないでもらっていい。なんですか。ねえ、ここにあったからゼロ点って。なんかそういう気配りができないところがダメなんですって。気配れてたところでまた別のゼロ点の理由探すでしょどうせ。まあまあはい。まあ。まあ、そもそもだそのやばい葉っぱ育てようとか、ちょっとそこがもうそもそもゼロ点なんで。まあでも次のネタもっとリアちゃんに手つけてもらえば頑張ろう。いいです、頑張るんで。せーの、バイバーイ。はい、あー、頑張りそう。どうぞ。やめて。